ただいま札幌最高ご飯、最高ご飯ですよ、はいはい、で今回第1弾ということで、はい、トカチに私行ってきまして、いろいろこう食材を見てきたわけですよ。リモートでも ね僕、うん、ちょっと見させてもらいましたけど、はいはい、どうでした？いや羨ましかったですよトカチで発見したすごい食材の数々、その味を最大限に引き出す北海道最高ご飯作りに挑戦。第1回のメニューは北海道最高コロッケ。きっかけは小吉が放ったこの一言。小吉何食べたいの？俺チーズコロッケ。俺チーズコロッケ。チーズインメンチ。悪いね。悪いわそこで男旅は北海道を代表するコロッケ作りのプロに協力を依頼しました。札幌を中心に親父ダイニングなど数々の飲食店を展開する石浜さん。石浜さんは全国の北海道物産展で200万食のコロッケを販売。その美味しさは日本一との呼び名も高く、まさにコロッケキングと言っても過言ではない存在。その右腕として調理を担当するのは、全世界を飛び回り数々のメニュー開発を行ってきた達人、カンシェフ。僕はもともとフランス料理を10年ぐらいやってまして、いろんな飲食店さんのメニュー開発をしてきたことがきっかけで、今回親父ダイニングのコロッケも携わることになりました。そんな凄腕の達人たちが十勝の凄すぎる食材を使い、北海道史上最高のコロッケを作ろうというすごい企画になったこのプロジェクト。すでにカンシェフは小吉が来る前に数日間かけてあらゆる食材を試し、5種類の最高コロッケを生み出していた。もともと食材が そもそも良いので、いかにその食材を生かすかってところに関してはかなりハードルが高かったですね。なのでよくソースとかかけてコロッケを食べると思うんですけど、何もかけなくても十分に美味しいコロッケを目指して作ってます。何もかけなくても十分美味しい北海道史上最高のコロッケとは一体。まずは一品目。ワインのように熟成させたインカの目覚めを使って究極のベーシックコロッケに挑戦。オープン。見た目は普通のコロッケ。しかしすごい食材を使った中身は、色が、色すごい、なんかかぼちゃみたい。カレー入ってるみたいな、うん、こちらがナマラトカチヤの熟成インカの目覚めだけで仕上げた北海道最高コロッケ。果たしてそのお味は。うめえ、うめえ。ここまで濃いジャガイモの色を見たのは初めてでした。ある程度の甘さは想像してたんですけども、それをはるかに超える甘さでしたね。通常のジャガイモですと、少しその甘みを補うような調味料を使うんですけども、今回のコロッケに関しては塩のみで、そもそもジャガイモが持ってる甘さを引き出すことにしました。そのちょっとの塩味がね、うん、いい感じにバランスを整えて。続いて2品目。うわ、トムラウシ山の麓で発見したジャージー牛の肉肉しさを存分に引き出したワイルドな一品。この肉にカンシェフが合わせたのがあの十勝最高チーズ。力強いジャージー牛とその発酵臭のするチーズと合わせることで、よりこう相乗効果で美味しいコロッケが出来上がると思いました。そして出来上がったコロッケがこちら。お願いします。オープンお願いします。はい。うわーわわ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 、うわ、やってるわ、やってる中に詰めてんだね、すごい、うん、トムラウシジャージー牛と十勝ラクレットモールウォッシュのチーズメンチコロッケ。チーズ、うわ
わいい湯気出てるな、うん、うわうまいやすごいぎっしり入ってる、これどう調理されたんですかジャージー牛。基本的にやっぱりねこう肉がちょっとあの肉肉しいんで、まあ、それの旨味とあとチーズが繊細ですよね、はいはいはい、ちょっとスパイシーに仕上げたような感じになってますね。食べがいのあるメンチカツ、うん、旨味たっぷりのお肉からあふれ出る上品なラクレットチーズ、これぞ北海道最高のチーズメンチコロッケといっても過言ではありません。そして3品目、すごい、あーかわいい、あのアジアで唯一トカチで飼育されているハンガリーの国宝トカチロイヤルマンガリッツァ豚、豚肉とは思えないほどのこの極上の霜降り肉、あの自然に甘みのある上質な脂だったので、まあ、この脂であればあの絶妙の塩加減でこの油の旨味を引き出すことで、あのコロッケをあの作っていけばいいのかなと思いました。まずは世界に誇る最高級豚をそのまま焼肉で。うん。生ハムみたいな油っすね。うん。そうですね。とろとろ。やば。あ、これやばいわ。うん、なんだろう断面。小吉絶賛のこんなお肉で贅沢に作ったコロッケとは。うわ、油きれいに入れてるな、すげえ。トカチロイヤルマンガリッツァ豚のメンチコロッケ、口にするまでもなく絶対に北海道最高です。これなかなか生きてて食べれることないんじゃないですか、ね、ないですよね。いただきます。すごい、あ、すごい、めちゃくちゃうまい油のその繊細な甘みを出すための塩加減に一番気を使ってやりました、ね、あ、なるほど、なんかこう絶妙な旨味をこう引き出す超高級豚まんのコロッケバージョン、うん、はいはいはい、はい。4品目はカニ、トカチじゃないけどやっぱりカニクリームコロッケも一緒に食べたい。ホワイトソースにカニを入れるんじゃなくてカニにソースを入れるぐらいカニカニしいあのカニのクリームコロッケなんですけども、まあ、そこにあの北海道には他にも美味しい野菜がたくさんあるので、まあ、さらに北海道らしさを出すためにアスパラコーンあと北海道産の玉ねぎを入れて今回クリームコロッケを作りました。北海道産タラバガニのクリームコロッケ、カニカニしさを感じられるカニクリーム界の王様です。うまそう、繊維がしっかり残って、いただきます。うん、やっぱカニクリームコロッケってうまいね。うまい。最後5品目はバフウニ、利尻のウニ。昨年ロケでお世話になった利尻島のウニ卸売業者の上田さんから届いた世界一と名高い利尻のウニ。すいません。この北海道が誇るすごい食材で作ったのが利尻島上田さんのウニライスコロッケ。初めての挑戦でした、まあ、ウニであのコロッケを開発するって聞いた時に、まあ、かなりあの頭を悩ませまして、でまずウニご飯を、まあ、ウニを入れて炊いたら美味しいんじゃないかっていうことと、ウニの味をしっかり楽しんでもらえるんじゃないかなと思ってウニライスコロッケにしました。めっちゃうまい。これやばいわすごいレストランのフルコースのなんか一品とかに入ってそうな高級感と、そしてクオリティと。え、これ今回のために開発したんですか。はい、僕もあの初めて作りました。
これ結構あれじゃないですか、これすごいできたみたいな感じじゃないですか。そうですね、で新しいジャンルを作ったんじゃないかな、これ。なるほど、結構大げさじゃなくこれはすごい、すごかった。トカチ、そして北海道のすごい食材から生まれた北海道最高コロッケ5種。最高ご飯とは、素材本来が持つ力を匠の技で際立たせること。次はどんな料理？パスタとかいいっすね。しかも夏だからカプレーゼ的なね。今後の展開をお楽しみに。